リクガメのまさこレイディオ。まさこさらさ、はい、はい、さっさ、はい、はい、いやー、めでたいですね。めでたいですね。何がですか？何がですか？あーめでたいね。あーめでたい、本当にもう、たいですね。はい、何がですか？いいですね。しれっとあの人は本当に。ああそこね、はいはいはい。まああんまり触れんとこうとは思ってたけど、 あんなしれっとツイートして、ほんとそうやそうやそうや、私昨日のスタジオでなんか言ってたやん、うん、それしれっとって言って、私そのツイートまだ 見れてなくて忘れてた。今もそう、今もあの完全に昨日聞いて、うん、そうそうそう、ああそうやってんやと思って、でも多分ツイートが流れすぎてんのもあって、多分見てない。なんかいちいち上に来るもん、もうあの250いいねとか言ってて250いいねも言ったらラジオで取り上げてもいいでしょうと思って。いやもうそうですね、はい、もうしれっと言うから。あの人はうちスタジオ始まった時にさ、うん、スタジオ始まる直前ぐらいになんか、うん、もうかしれっとしてて多分で、はいはいはい、そのスタジオの途中で一瞬開いた時にそれすぐ出てきて、うん、えと思って、なるほどね、もう数十分前ってなってて、うん、何しれっと言うてんねん言って、その瞬間突っ込んだもんな。あこれか、あ ほんまにしれっとやな、こんなん気づかへんやんか。なあなあ、ほんでうちその時に思いっきり突っ込んだもん。何をしれっとみたいな。いや、しれっと言うっしょ、そりゃ。って言ってて、しれっとしとったけど。いやいや、もっと、結婚しましたって、バーンって言うの、普通はって言って。いやいや、それ、人によるでしょって言われて。確かにと思って。それにしたって。それにしたって。それにしたってやな。画像の一つも付けんかいよ、いや、怒ってる、怒ってる。ほんまに。え？だって、どういう、なあ。うん、そんなんこれは気遣えんで、こんなさらっと言ったら、うん、ほんまにすごいよな、しれっと言える人やで、あの人は。ほんまにな、ほんまにな、いいですね、めでたいですね、ほんまに。でも本当にめでたいですね、うん、もう本当にもうめでたいしかないわ。ないですね、めでた、うん、いやすごいよね。でもなんかうん、なんかさ、ボイラーの中でさ、うん、結婚してた初期メンバーのグッサンもさ、結婚したけどさ、うん、脱退した後やったやん。なんかリアル、ね、リアルに今一緒にずっとしてる、なんか音鳴らしてる子が結婚ってすごいよな、なんか。そうなんですよね。ほんまに、うちらが言うことじゃないですけどもね、ギョロ結婚おめでとうございます。おめでとうございます。ラジオでね、うちらが報告するみたいな、ギョロ出えへんからラジオに、そうそう、ね、ギョロ報告できへんから代わりに言って、ね、言ってあげないとね、めでたいことですから、本当に。そうですね、ほんまに。そう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 、まあほんま、まあまあそのめでたいことやからさ、うん、いろいろさ言うけどさ、はいはい、ほんまに嬉しくてね。まあそうだね、うん。まあうちはだからもう一番素晴らしい卒業の仕方やなっていうので、そう、ね、ほんまに、あの、あの日うちは死ぬほど涙を流したっていうね。ギョロが抜ける寂しさとかじゃないよ、だってギョロとは一緒の友達やから、ね、寂しいもクソも何にもないし、なんなら家ちょっと近づくんやったら毎日遊びに行ったのかなぐらいの話じゃねんけど、そうそう、確かにね、そうそうそう、やけどうちがちょっとほんまにな、 人と人の違いをなんか改めてその思ったんやけど、昨日もそのしれっとさ、はいはい、報告するとことか、 うちやったら草ざんま100匹用意して、あ結婚したしたくせーっつって草ざんま100匹並べて結婚の文字描くんちゃうかっていうぐらいやるのに、鬱陶しいなそれ、すっごいな、そんな違うかって、まあね、なぎゅうはしそうやね、それぐらい、せやろパンダでもなあ、ほんま夢尽くしすやろうけど、なんかさその、うん、ほんまはそのなんていうの、ギョロが
最初、うん、ワンマンとかもいろいろが終わるまで何も言わんとこうとしとったんのをね。そうね、言ってたね。そう、うん、そう。まあ、あまりにもうちがギョロにギャー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 、全然別のことでね、正規になってほしいだとか、うんね、うん、なんかいろんな思いをね、ばーってもう、ぶちまけたから、あ、こいつこのままじゃほっといたらやばいなっていうので教えてくれたから、その時に その時に知って、まあいろいろことがそうなっていったんやけど、ほんまもともともう一切誰にも言わんとこうとしてたっていうことを、それを、まあ多少なりともストレス分からあるかもしれんけど、ギョロの場合多分もうほんましれっと人に言わんとかってできるタイプなんよね。そうね、で、そうしようって思うタイプやん。もう、真逆すぎて、こんな人ってちゃうんやって改めても思ってんの。確かにね。それは真逆やな、まあ。そういう部分は真逆やな、そう、ほんまに。うちもなんか、一個姫事とかもう、もう気が気じゃなくなるもん。もう、ほんまに、どういうことって思って、言わんと、うん、言わんとワンマン迎えとしとったんやって。よろよな。もううちあの時泣きじゃくてよかったわ。びっくりするわ、知らんと。はあ、そうね、う、うん。聞けてよかったよね。聞けてよかったし、こうやってみんなから祝ってもらえて、うん、うちも嬉しいし。うん。本当に良かったです。いやー、すごいな。ね、末永く幸せにね、うん、になってください。なってください。まあ、ね。本当に。本当にね。うん、本当にもう。はい。そんなわけでね。はい。いろいろとめでたいですよね。今月はうちの誕生日があって、土江の誕生日もあって、ね、だから、ちょうどその今日ね、うん、あれなんですよね。ずっと、ね、うんうん、プレゼントをね、うん、いろんな、こう、人にあげるプレゼントをね、はいはい、ずっとやってた、今日暇な時間に。うん、はいはい。仕事サボりながら。うん、楽しかった。楽しかった。普段あんま、あ、ちなみに、うん、牛のプレゼントまた渡したんですけど、今日やっと家に届きましたんで、またいつか渡しますね。あ、牛への担当の、なるほど、土江の家にまず届いたということは、いつもみたいにでかいぬいぐるみではないということですね。どうですかね。直接でかいから直接送ってくるやん、こっちにでかいやつは。今回ちょっと趣向を変えてみようかなっていう。 あれ以上でかいのがちょっとね、もうちょっと厳しいなと思って、趣向を変えたでかさにしてみようと思って。ちょっと怖いねんけど、もうでかいんか。大丈夫大丈夫大丈夫、ほんま大丈夫です。いや嬉しいね、はい、うちも今日ね、土井さんのプレゼントね見てて、もういろいろ、いろんなジャンル、もう全ジャンル見ててん。うち普段さ、うん、アマゾンしかあんま使ってないけど、今日はその楽、はいはい、珍しく楽天市場の方で、お、うん、そうそうそう。で、ああいうサイトってさ、すごい頭ええやんか。なんかこう、うんうんうん、1個買ったら1000円クーポンとか言ってさ、はいはいはい、なんか、あと3、400円で送料無料ですとかさ、はいはい、うまいことをしてるやん。で、はいはい、そういうので、自分の欲しいもんとかもさ、いろいろないかなって、まず欲しいもんないから、うんうんうん、欲しいもんないかなって探しとったらさ、うん、健康器具のところでな、うん、その、ね、寝るときに、その腰を見事にそのツボついてくれるみたいな、はい、ゴロゴロ、はいはいはい、ゆらゆらできますみたいな、見たときに、土鋭がパン思い浮かんで、土鋭めっちゃ腰痛いとったよな、思って。今実はね、腰今マシで肩なんですよ、私今。肩ババちなみに、ちなみに、うん、その腰のやつ、はい、うち自分が欲しくて、うん、で、その、クーポン使ってね、買ったのよ、うん、それは。あ、買ったんや、うん。もう買ったのよ。でも買ってから、うん、どういるかなと思って、一応聞くだけ聞こうと思って、あ、なるほどね。腰の健康器具とハンガーどっちがいい、うん、って聞いたら、ハンガーがいいって。そうね、だから、なんか心苦しかったん。きっとギューはなんか考えてくれたんかなとか思ってんけど、うん、ハンガーが勝ったわと思って。腰が、
腰の状態良くなってるからな。そう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 。やばいよな。なんか友達にプレゼント何がいい？ハンガーってなかなか言ったことないわと思って。いやでもめっちゃわかるで。めっちゃわかる。今日もうちさ、うん、バイト先の子にさ、うん、クロちゃん何欲しいって言われて、うん。で、うちほんまに欲しいもんないな思って。いやいや、いらんよ、いらんよと言いながら、うん、あ、でもファブリーズ欲しいわって言うたもん。でもそうやね。なんかさ、うん、すぐ思いつくものってさ、なんか、そういうものになってしまうな。絶対に。そう、うん。しかもうちファブリーズ正直、ちゃんと買ったことあんまないよね。うん、どういうこと？必需品じゃないねん。ファブリーズ。ああ、なるほどね。そう。ドエとかよくさ、機材車シュッシュってやったりとかさ、うん、ホイラーよく持ってたやん、ファブリーズ。うん、でもうち自分で買ったことなくて。別に気にせんねんけど、匂いとかそういったのも。うんうん、やけど、うん、臭ないで。全然臭ないんだけど。くせえって言ってるだけやねんけど、まあ、で草ざんまこの間ライブハウス連れて行ったから、うん、草ざんま結局お風呂入れてへんからファブリーズしてあげようと思って。そう、ね、でもなんかまあ草ざんまのためになファブリーズ買うもんなと思って、あ、ファブリーズ欲しいって言うたもんな。まあほんまにくれるかどうかわからんけど、めちゃ、ね、爆笑されて、あ、なんでと思ったんやけど、うん、いやでもそんなもんよね。難しいよ。なんかマジでこの間も言ったけどさ、うんうん、ギューンはやっぱりぬいぐるみが好きだったり、うんうん、草ざんまだったり、ハシビーが好きっていうのはあるけどさ。そうね。うちは分かりやすいと思うわ、納豆とか。うんうん。そうよ。うち本当に、なんかやっぱ羨ましいなと思う。なんかそんだけ欲しいものがあるって羨ましいなってすごい。いや、でもどれも割と、あれや、的確にこのイクラのあのアイマスクとか、お寿司好きやろ。ああ、でもイクラのアイマスクいただいたな。何年か前。そうやろ？誕生日、そう。うん、今欲しいのあれやな。それで昨日帰りしな言ってたやん、そんな話。誕生日何が欲しいのって何なんやろうって言ってた時に、行き着いたのは食品サンプルやったな。うん、食品サンプル壁に飾りたいと。もうやめてよ、独身女性が。壁に食品サンプルを飾って。最高に幸せや、もう。なんかいつかレストランの前みたいな、あれを作りたいよね、なんか。わあ、幸せ。人って様々やね。うん。うちは家ジャングルにしたいけど、土江さんは家を食堂の外観にしたいんやな。外観にしたいですね。家入ったらあれあったらめっちゃ嬉しいよな、でも。確かにな。ワクワク。豚の生姜焼き定食とかな。うん、どれし、あ、今日どれ食べようかな、みたいな感じで家帰んねやろ。そう。ワクワクしちゃうよな。てか、間違ってお客さんインターホン鳴らすで、それ。この家なんか、家で食堂やってはんのかな。家の中にそれを作るから大丈夫。あ、家長な。びっくりした。玄関にやるのか。ダミーやん。ダミーやん。やばい。すぐうちの家バレるやん。もうそんな。やばいな。まあね、めでたいこと続きですね、本当に。あ、ちなみに、明日はバディティの岡野さん誕生日のライブじゃないですか。そうです、うん。うち、オープニングゲストで出させてもらいます。明日はね、岡野さんを祝おうと思って。うん、そう。うん。あ、私、間違えて今日行きそうになったんやんか。危な、何してんの？びっくりした。なんか、うん、いや、明日ちょっと、なあ、わからん、今悩んでんねん。いろいろ各所、うん、ライブどうしようかな、思いながら。そうか、いっぱいあんのか。そうそうそう。赤いクラゲもツアーの東京編で、高円寺の UFO 編。あとモールとかもワンマンやねんな、アダム。あららら、めちゃくちゃ被ってて。12月やっぱイベントいっぱいあってね、わっさわさしてます ね。で、バニーがリーフルームね。リーフルームです。うん、ね、みんな、まだリーフルーム予約待ってます。お願いします。はい、あ、はい、新曲もちなみに聴けるんですか、ギュンさん。新曲もやるよ、もちろん明日。いいですね、うん。今頑張って。うん。覚えてよ、覚えようとして。いやー、あの新曲たちマジ良かったから、2曲聴きたいけど、そう、3曲は。あ、そうか。ね、そう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 。他も聴きたいなと思いましたね。うん、好きな曲あった？新曲。いやー、でもなんかどれもちょっと色がさ、意外とほんとちゃうかったからさ、でもやっぱりなんか、ストロボは好きやったな、とか。あ、ストロボも聴けたか。うん。そう、好きやって、で、何やったかな、咀嚼とかも多分、先に音源聞いて、送ってくれてなかったっけ？あれ？どっかで聞いた気がしてんの？うち。無菌でやったからね。あ、無菌見てくれとったら、そうかも。なんか和歌山か三重でやらんかった？あ、三重で、いや。やったよな。三重でやったかな？ちゃうか。なんか聞いたことあるような気がして、音源で聞いたのかわからなかったんけど、でも、
トータルした、うん、あの、やっぱりなんか最後の曲とかも良かったんけど、最後やったっけ、うん、最後らへん。やっぱりなんかマイナー調の曲やっぱりうちめっちゃ好きやわと思ったりしたな。なんかあの明るい曲、明るいってこうなっていくのもあるけど、やっぱり自分のなんか最初はそこやったからさ、ボイラーが最初それやったイコールうちの最初やから、やっぱりああいうの聞いたらうわーってやっぱりなったりしたな。そうやな、うちも懐かしい気持ちになったわ。久しぶりにAマイナー弾いたわ。うん、ありがとうございます。はい、楽しみに明日ね、皆さん、はい、明日ね、聞いてください、ぜひお願いします。はい、でボイラーリクガメはもうワンマン、はい、今年はもうワンマンに向けてやってますので、はい、29日下北沢レッグでお待ちしてます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ほなみなさん、わさこらさっさっさ。